タラサは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県のムニシピオ。バルセロナの北北西 28km の距離にある。スペイン語表記はスペイン語、タラーサ。公式名は、カタルーニャ語名。タラサは隣接する、サバデーと共に、バルセロナの北西に位置するコマルカバリエス・ウクシダンタルの中核となる自治体である。主な産業は、繊維などの製造業及びサービス業である。 タラサはバルセロナ北西の沿岸盆地に位置する。海抜は約280メートルであり、山や谷がある起伏に富んだ地形である。周囲にはモンセラート山やサンリレンス自然保護区などの山地が広がっている。タラサはローマ時代に建設された絵柄という町に由来する。タラサが歴史的に注目され出したのは19世紀カタルーニアに産業革命が起こり、 毛織物産業がこの地で起こってからである。これを機に都市として発展し、多くの工場や建築物が建てられた。ベーパー・エメレック、アマット・アイ、ジョーバー、マシア・フレーキサなど、カタルーニャのアール・ヌーボーとも言われるムダルニズマによる建築軍が当時の面影を残している。現在は歴史的建築物を整備し、またジャズフェスティバルを開催するなど、 文化を全面に押し出した街づくりをしている。タラサの名はラテン語テレシウムカステラムに由来すると考えられている。主要道路で各都市と結ばれている。バルセロナからの所要時間は約30から40分市内の鉄道路線はバルセロナ近郊区間に含まれ、レンフェ及びカタルーニャ公営鉄道でバルセロナと直結している。バルセロナからの所要時間は 約45分足らさでは、サッカー、水泳、ホッケーなどのスポーツが盛んである。特にホッケーは、オリンピック代表選手を輩出するなど活躍が際立っており、1992年、バルセロナオリンピックでは、ホッケー競技が行われた。毎年ジャズフェスティバルが開催されている。市内には、カタルーニャ工科大学のキャンパスがある。 中世の教会や19世紀のモデルニズも建築などが点在している。ありがとうございます。